70歳以上の高齢ドライバーが運転免許を更新する際の手続きが変わり、手続きを待つ日数の長期化が問題となっています。香川県では一時3ヶ月半待ちとなった時期もあり、香川県警が早めの予約を呼びかけています。運転免許の高齢者講習です。午前9時半のこの会はすでに定員いっぱいだということです。70歳以上の高齢ドライバーが運転免許を更新するには、自動車教習所などで講習や検査を受ける必要がありますが、香川県ではその待ち日数が去年の年末時点で 116.3 日に上り、深刻な問題となっています。今月13日からは改正道路交通法が施行され、75歳以上で一定の違反歴があるドライバーには運転技能検査の実施が義務付けられ、さらなる混雑が懸念されます。地域の方がその近くの自動車学校にまあ行きたいというときあるんですけれども、どうしても自動車教習所の繁忙期っていうのはございますので、そこでちょっと待ち時間が長くなったりっていうのはあると思います。県警では今年3月以降、各教習所に対しカリキュラムの見直しを要請。また運転免許センターもスタッフを増員するなどの対応を行いました。その結果、待ち日数は先月末時点でおよそ70日まで緩和されたということです。対象となる方につきましては、通知の連絡はがきが行きますので、届きましたら、早くですね、自動車教習所等に連絡を取って予約を取っていただきたいと思います。高齢ドライバーの事故を未然に防ぐため、県警では合わせて免許の自主返納も呼びかけています。